修行氏は、中国南北朝時代における南朝の王朝である、生及び領に仕えた官僚で、文章化。字は思えさん。諸学者向けの漢字習得用、修字用のテキストとして知られる、戦時門の戦者である。中国の生死の一つである、東大成律の領書によれば、修行氏は、南朝の僧の時代の470年頃の、生まれである。 修公士の本籍は、ワイガ流域の河南省工場県にあったが、家は代々長江下流部の安記省あたり、塗り県にあって、そこに住した。十三歳の時、南朝の歴代王朝が東大た圏康に上って、以後十年にわたって、学問を積んだ。西王朝のうつりん、王高政元年、選挙制により、秀才の資格を得て、文官として、正の朝廷に仕えた。 当初は、慶応軍場という、現在の湖南省の地方官であった。その後、聖の和帝からの禅状を受けて昭園が、領の武帝として即位した、天官元年には、陰文作品、旧表の符を報じて、武帝より報奨を受けたと言われる。これを機に、修公氏は、陰外三喜次郎に任じられて、昇進を続け、武帝の直命によって、 しばしば私分をなして休時中となった。一時、地方官となったが、天官17年には再び文科休時中に認じられ、これが彼の極寒となった。朝鮮の諸家官籍法による、戦時門冒頭に行く、領書には、同票の名、作、包みの決、北伐の劇、大義士の諸戦時を辞任する、並びに、講師をして、文を作らしむとあり、 修行士が皇帝が発する文章の中でも重要なものの起草を任されるなど、その才能によって重んじられていたことが知られるとともに、中国史上最高の農書家、王義士の書より戦時を用いて戦時門を戦術したことが記されている。戦時門は、 武帝が巫女たちに書を習わせるため、大義師の親戚から戦時を選ばせ、それを一字として重複することなく、四軸ごとに、計二百五十句からなる因文として作らせた、書学者を対象とする習字、書道の手本であり、漢字習得用の教材である。文は、天地原稿、宇宙高校から始まって、いいご助者、遠祭かなりで終わり、暗章に便利なように応印がなされている。 また、限られた字数の中で、最大限の知識や漢民族の伝統文化を継承させるよう工夫されており、神羅番章を網羅しながら、倫理教育の用も兼ねている。両書巻十七文学伝によれば、修行詞には、文集十巻の他に、歴史などの著述百余感があったとしており、著名としては、皇帝実録、皇徳記》《寄居中、食刑などの名が知られるが、 今日彼の十作したとされる詩文は、他の様々な転籍に引用された断片的なものしか、残っていない。封素などの疾病を長年患っており、武帝を含む周囲に惜しまれた。三分で、名高い人、も、また、修行士の才を愛し、修行士が病気を持っていなかったら、御師中、進むの位にまで登っただろうと述べるほどであったという。領書によれば、 修行氏は、武帝一聖火の普通2年に病没したと伝えられる。旧世紀後半、東大の李博氏が表した、少書古実には、梁の武帝が、王義氏の書より一字として二度用いることのない戦時を、選んで、陰鉄石という農書家に模本を作らせたものの、出来上がったのは、単に一字ずつ記された、紙片千枚に過ぎなかったので、修行氏を読んで陰文を作らせたという記述がある。 それによれば、修行士は皇帝の命を受けて、わずか一晩で生前たる主文を編み出し、武帝に信条することができたものの、その老苦によって、彼の頭髪は、一世で真っ白になってしまったという。同時期の大中十年女文明のある、いやや、流品格河六にも、同様の説話が見え、それゆえ千字文は、またの名を、白首文と呼ばれたなどと伝わっている。 ありがとうございます。